こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン室マニュアル。オーストラリアアマゾン室ビジネス、虎の巻。アマゾン室は、引きこもりでも稼げる仕事。まあ、在宅で稼げるというか、まあ、自宅で引きこもった人でもできる。引きこもった人でもできるというか、引きこも,引きこもりの人は、ネットサーフィンが好きなので、適性は高いかもしれない。 ちなみにインターネットで稼ぐというとアフィリエイトが有名。しかしアフィリエイトでは稼げない。アフィリエイトが稼げないわけは稼げるようになるまでに時間がかかるから。そしてアマゾン室なら稼げる理由は稼げるようになるまでの時間が短いから。アイディアのヒントという本を読みました。タイトルを見て予想した内容とは違い、良、えー、い意味で。 予想した内容とはかけ離れた内容でした。とても感銘を受けたのは次の三つのこと。一つ、アイディアがどんどん見つかる人はアイディアが見つかると信じている。二つ、良いアイディアはアイディアを見つける作業が楽しいと感じられるときに見つかる。三つ、アイディアは実践しなければ何の役にも立たない。これはまさに 私が Amazon 輸出を教えるときに重要視していること。Amazon 輸出で稼ぐために重要なのは次の三つのこと。一つ、儲かる商品がどんどん見つかる人は儲かる商品が見つかると信じている。二つ、効率よく儲かる商品は儲かる商品を見つける作業が楽しいと感じられるときに見つかる。三つ、儲かる商品も 実際に販売しなければ儲からない。これがなぜアフィリエイトが稼げない理由とアマゾンに出すなら稼げる理由なのか。アフィリエイトで稼ぐ秘訣も同じく次の3つ。1つ、儲かる記事が書ける人は儲かる記事が書けると信じている。2つ、儲かる記事、儲かる記事は儲かる記事を書く作業が楽しいと感じられる時に書ける。3つ、 儲かる記事をたくさん書かなければ儲からない。テンバーアカデミーのサポートを受ければ Amazon 輸出で稼げるようになるまでにかかる時間は3ヶ月から6ヶ月。そして儲かる前にも自力では1ヶ月かかっても解説できなかったセラーアカウントが数時間で解説できる。言われた通りの作業をしたら1週間で作業が売れ、商品が売れた。など小さな成功を積み重ねていきます。 そのために Amazon で稼げると信じることは簡単です。しかし、アフィリエイトの場合は稼げると信じることが難しいです。アフィリエイトで儲けられるようになるまでにかかる時間は最低でも6ヶ月。しかも言われた通りの作業をしてもわずか1円稼ぐために数ヶ月かかります。稼げるようになるまでに目的に向かっているのがわからない 真っ暗闇の中をひたすら進む感じです。全く先が見えないのにコツコツと作業を続けられる精神力のある人は稀です。そのためアフィリエイトで稼げると信じ続けることはとても難しいです。インターネットで稼ぐなら短期間で成功体験を体験できる Amazon 室がおすすめです。